薄い峠の森公園交流館、峠の湯は、群馬県安中市松井田町坂本線1222に、ある、薄い峠交流記念財団が経営している、日帰り温泉とレストランなどが入る施設である。かつて、霧積川沿い左岸4キロメートルのところに、自然湧出の薄い温泉というものが存在し、昭和初期頃から別荘に利用されていた。その後、 温泉入り口に旅館があったが廃業になった。2001年4月にオープンし、建物は鉄筋コンクリートで一部が木造である。エントランスにはメガネ橋を模したレンガ造りのものが採用された。だが、2013年7月31日に火災が発生し長期にわたって休業していたが、2015年12月1日に再開した。再開後は、 中央棟の1階は入館料を払わないでも入ることができるようになった。また、薄い峠鉄道文化村のトロッコ列車、シェルパ君の終着駅であるほか、アプトの道の大予存の中間点でもあり、触れ合いテラスからアプトの道に行くこともできる。源泉は、東軽井沢温泉豊かの湯であり、線温も低いため、下水や加温、循環炉か、塩素を加えている。 和風大浴場、薄いと洋風大浴場、切り積は一週間で男風呂と女風呂がローテーションしている。室内風呂と露天風呂その他水風呂、高温サウナ、エアーレスジェットバスがあり、浴槽は石造りで壁材にはヒノキを多用した木材を使用している。風呂からは東側の裏妙儀の自然を眺めることができる。 室内大浴槽は14.8平方メートル、露天風呂は18.0平方メートル、水風呂は2.4平方メートルとなっており、室内浴槽より露天風呂の方が面積が広くなっている。浴槽は石造りの洋風で、露天風呂は円形の石造りになっている。露天風呂には壺風呂が併設されており、高温サウナと水風呂もある。風呂からは、 浴場の名前ともなっている霧泉の山々を一望することができる。室内大浴場は18.6平方メートル、露天風呂は16.8平方メートルとなっており、和風大浴場、雨水とは違い、室内浴槽の方が面積が広くなっている。タイル張りの浴室と石造りの浴槽があり、洋間の休憩室を持つのが、羽石、木造りの浴室、浴槽、 畳が敷いてある和室の休憩室を持つのは両奥である。また利用にはいずれも予約が必要であるが、当日の予約がなければ予約なしでも入ることはできる。中央棟1階にあり、アプト式鉄道全盛の明治昭和初期を思わせるレトロモダンの雰囲気がある。また入浴受付の外にあるため食事だけの使用も可能である。メニューはパスタやカレーなど洋風メニューを提供している。 また、リニューアル後は、峠の釜飯の販売は行っていない。大浴場の隣、2階中央棟にある。売店のみで食事はラウンジ、くつろぎの場で行えるようになっている。薄いテラスと違い受付の中にあるため入場料を払わないと入ることはできない。メニューも、薄いテラスと違い定食や、おつまみなどがある。テーブル10択に、椅子55脚で構成されている。 くつろぎの場は、薄いあんなか食堂で買ったものを食べる以外にも、使用できる。テーブル席の他に、座敷もあり、ここも食事利用以外でも使用できる。また、峠の湯では大浴場を除くすべてで、無線乱環境が整っている。同駅に停車する、セルパ君薄い峠鉄道文化村から旧、新越本線の線路を使い、峠の湯まで来ている。2011年5月に、 機関車が故障し、急行バイク間での運行ができなくなったため手前の丸山駅までの運行となったが2013年3月27日に新型の機関車が導入され、当駅までの運行が再開された。旧新越本線の路線を使い走っているが、峠の湯駅は本線から分岐して作られている。分岐点から新越本線新線の軽井沢駅方は立ち入り、禁止となっている。 2013年7月31日未明に火災が発生。出火したのはロビーなどがある中央棟で2階エレベーター付近が激しく燃えていたことから電気関係からの出火が有力と考えられていたが電気配線からの状況で断定、推定に導く物証がなかったことでこの火災の原因は不明とされている。また、この火災では初期消火はされていなかった。 7月31日午前2時30分に自動火災放置設備の発報で出動し、近隣住民からの119番通報で出動中に建物火災の指令に切り替わった。沈下したのは同日午前6時50分だった。この火災により中央棟は解体の地改築となり、被害が少なかった東西の棟は火災による焦げや匂いが残ったため全面的なリフォームとなった。 浴場が入る東島のボイラーはそのまま使用するが、浴槽など、その他の設備はもともと痛みが著しかったため作り直した。ありがとうございます。